皆さん、こんにちは。朱雀あかりです。今日は黒点経典第2巻227ページ魂のレベルについて朗読していきます。それではよろしくお願いします。人の御霊のレベルは11段階ある。大使からのメッセージでは、人の御霊のレベルには11段階あるという。御霊のレベルが11の人は普通に付き合っていてもわからないという。人の本質を見抜いてその人を育てる力を使う人が10あるいは11のレベルであり、ほとんど神の力と同じ力を使うという。大使が巧妙に、そなたの奥さんは何もしてないように感じるが、一番大事な仕事を成し遂げている。それは光の民からメッセージを受けて、これから新たな芽を出すように道筋を作っている。そしてその人が花開いた時にメッセージがきちんと伝わる足がかりを作っているという。性の指針である資格者は10あるいは11のレベルでなければならないという。今まで組織にやましい我欲を持って入り込んできた人たちがいるが、彼らは短期間で光の民から排除された。大使はこれらの裏指針といえる人たちの魂のレベルは人として最低のレベルであるという。人間に仕掛けられた時という罠を解消するオメガの力。光明は今までのメッセージとは異なる内容のメッセージを受けた。今の我々の三次元世界に一つだけ最後のテーマである罠が仕掛けられているという。大使にその罠とは何ですかと聞くと、それは時間であるという。大使は物事を成し遂げようと思っていても、人の命は限りがあるだろう。準備して達成せずに終わっている人はたくさんいる。それはなぜかというと、人には寿命があるから、時間切れになってしまうからだという。大使は偉業を成し遂げるために、自分は最初の始まりの場所に時空を調整する装置を作ったという。光明がそれは何ですかと聞くと、大使は最初の場所は高尾山で、そこに引っ張りタコがあるだろう。あれには意味があってその場所に置いたのだ。自分の持っている尺状とそのタコを合わせて調和させた時、そのタコが一つのある文字になる。それはタコの頭のような形をしているオメガであり、それがタコの意味になる。自分の生前に高尾山をあれだけの地にすることができたのは、尺状とそのタコとを合わせて調和させた時に得られたオメガの力を操ることによって、自分のなすべきことを最後まで成し得ることができた。それにより奇跡の人と言われ、弘法大使という名前が残ったのだという。大使が光の民からメッセージを受けて立てた計画と、一代で成し遂げなければならない事業は次の世代には決して引き継げない特殊なことであったから、どうしても時間がマイナス要因になっていた。とにかく大使には時間が足りなかった。そのためオメガの力を操ることになったのである。時を操る黒い時計。このあと話は意外な方向に展開するのである。今光明の奥さんが小説を書いているが、光の民からの書き直しのリクエストがあり、4話あるうちの第1話の30ページほどのデータが一瞬で消失した。小説の原稿の完成は光の民の指示によるドラゴンプロジェクトの最優先事項であるが、原稿の執筆に時間が足りなくなっており厳しい状態であった。この時に光の民からオメガの力を操ることのできるスイスの時計、ベルトも文字盤も黒が指定され、これを購入しなさいというメッセージを受けた。今時間を操るのに一番効果的なアイテムはある時計であるという。その黒い時計は黒竜の力に対応するという。早速光明は光の民から指定された時計を購入したが、非常に高価な時計であった。光明の奥さんはその時計を身につけて
今、小説を書いている。時を操る白い時計。コウミョウ夫婦が施設を建ててドラゴンプロジェクトを進めている。白子も同じように時間が足りなくなっている。同じようにスイスの時計を買うことになるのかしら、と話していた。次の日の朝、コウミョウが目覚めると、時計もベルトも白の新製品の画像が、これだと言わんばかりにコウミョウの iPhone に勝手に入っていたのである。白子はこの連絡を受けて、阪急デパートにテナントがあるので早速その店に行ってその時計を購入した。その白い時計の値段は車が1台買えるほどの値段であった。私自身は時計には全く興味がなく、安価な時計をすでに4つ持っていたので、これらで十分であった。この時計の金額には驚いたが、これも光の民の壮大な計画を遂行するために必要なアイテムであると納得している。どうして白の時計が必要なのかというと、メッセージでは、その時計が白子の白に対応しており、その時計を身につけることにより時間を適切に操作でき、時間を有効に使えるようになるという。大使がいた平安時代には時計というものがなかったため、大使の石像と高尾山にあるタコを調和させて時間を操作し、時間を有効に使った。大使の石像は宇宙と交信する通信機器として、温泉が湧き出る場所を当てるアイテムとしてなど、様々な法力を使うアイテムであることは分かっていたが、時間を操作するアイテムでもあることが今回明らかになった。またタコに関しては以前にも説明したが、一つはオクトパスであり、外国人を次の5次元の門を通過させ奥に導くパス、通行許可証の役割を担うアイテムにもなっている。高尾山の頂上の寺に祀ってあるタコの形を見るとわかるが、タコの形はギリシャ文字のオメガの形である。未来の扉の先へ向かうべき資格者はその時計を持てということである。白子が買った時計をバカラで解くと、時間を操ることができる白子は光の民の意志により月のダークサイドに立ち向かうことができるとなるという。今日はここまでにします。また次回続きを読んでいきますからね。それでは皆さん、お元気で。